ロス・インヘニオス渓谷は、トリニダの外側およそ1 2トルに位置する、サン・ルイス、サンタロサ、メイエルという三つの渓谷の総称である。ロス・インヘニオスとは、機械類のことで、工術の正当機械にちなむ名称であり、砂糖の谷の異名もある。山間に平坦な地形が広がっているため、日本語では、ロス・インヘニオス盆地とも訳される。ロス・インヘニオス渓谷は、 18世紀末から19世紀末まで、砂糖生産の中心地であった。キューバにおける、砂糖キビ生産の絶頂期には、渓谷では50以上の製糖工場が稼働し、3万人もの黒人奴隷が、工場や、周辺の砂糖キビプランテーションで働かされていた。全体の面積は270平方キロメートルで、70以上の製糖工場跡が残っている。製糖業は、 スペイン人がキューバに入植し始めた時点以来重要な産業となっていた。スペイン人がサトウキビを島に持ち込んだのは1512年のことで、その交易はトリニダや周辺地域を豊かにした。18世紀末から19世紀には世界一の生産量を誇りキューバの基幹産業になっていた。気候と土壌はサトウキビ栽培に申し分がなく、 生成された砂糖を出荷、輸出するのには、港、鉄道、道路などの交通網の充実が役立った。砂糖の品質劣化を避けるためには迅速な輸送が不可欠であり、その目的を達するために、1880年代には、ロス・インヘニオス渓谷とトリニダそしてトリニダとは6キロメートル離れていた、沿岸部のカシルダとを結ぶ専用鉄道が敷設された。 ロス・インヘニオスは、アガバマ川、カラクセイ川、アイ川、タヤバ川などから水を調達することができる。ヨーロッパ入植者が持ち込んだ病気と、奴隷としての粗悪な扱いによる使い捨てのせいで、実質的に地元の先住民が死滅してしまったため、スペイン人のプランテーション経営者たちは、砂糖キビ畑や工場で働かせるために、アフリカから奴隷を連れてくるようになった。 1820年にスペイン人によって奴隷制が廃止されると奴隷を輸入することは難しくなった。しかし19世紀の独立戦争で終止符が打たれるまでは残存しておりその時に至ってようやく多くの政党工場が放棄されるか停止するかした。1988年にロス・インヘニオス警告は 近隣の鳥にだと共に、ユネスコの世界遺産リストに登録された。ほとんどの政党工場は、廃墟と化しているが、農園主の邸宅が残るグアチナンゴや、農園主の邸宅、監視塔、バラコーネ軍奴隷の居住地区などが残るマナカイグナサの辞書のように、無傷の建造物の残る遺跡もある。マナカイグナサの、バラコーネ軍は現在住居に使われているが、 修繕は粗末である。これに対し、レストランに転用されている、農園主の邸宅や、監視とはよく手入れされている。高さ45メートルの監視塔、通称、イスナーガの塔は、1830年から1835年にかけて、農園主、アレホイスナーガが建てさせたものである。この塔は、砂糖キビプランテーションを百六十度見渡すことが、でき。 奴隷たちを監視するのに使われていた。同時に、一時はキューバで最も高い建造物であった。この塔は、奴隷たちや、政党業界に、イスナーがけの権勢を見せつける象徴としても、機能していた。かつては塔にあった、大きな金は奴隷たちについたの労働の終わりを、告げていたが、その金は、現在塔の下に置かれている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。